東京都知事候補者無所属小宮山博四十六歳2015年4月より渋谷八チ喫煙所にてボランティアで1年間喫煙所の清掃活動マック赤坂氏元秘書介護士では小宮山博さんの政見放送です 東京都民の皆様、こんにちは、東京都知事候補の小宮山宏でございます。私は、果たして社会人になり、世界のハチ公のある渋谷支店にて勤務いたしました。その後、転勤になり、福岡に行き、自分自身で会社を設立、しかしながら約10年後、私の不徳のいたすところにより、倒産に追い込まれてしまいました。 私はその際、大切なものをすべて失ってしまい、生きる希望をなくしてしまいました。ある日、私は抗うつ薬を缶ビールで大量に流し込み、自らの命を絶とうと海に入り込みました。しかしながら、私は奇跡的に命を助けられました。その際に言われた言葉が、生きて人の役に立つこともできるのよ。 その日を境に私は一切の私利私欲を捨てこれからの残りの人生は世のため人のために日々命を削りながら頑張っていこうと決意いたしました2015年3月私は東京に戻り渋谷ハチ公喫煙所で雨の日も風の日も雪の日も夏の 暑い日も365日間、朝から晩までゴミを拾い続けました、その際にいただきましたのが、皆様からの美しい心でございます。1年間のゴミ拾いを終えた後、私はマック・赤坂さんに声をかけられ、マック・赤坂さんのもとで約3年半、ご恩返しをさせていただきたく。 マック赤坂さんが議員に当選に至るまで、渾身的にお仕えさせていただきました。昨年の8月、マック・赤坂さんのもとを離れ、私は介護初任者研修課程を修了し、デイサービス、約8か月間にわたり、介護職員としてお年寄りの入浴介助、食事介助などを主とした仕事に携わらせていただきました。そして 夜の新橋 SL 広場喫煙所、こちらのごみ拾いも再開させていただきました。その際に、皆様から、サラリーマンの方々、若い方々、OL さん、そして移動難民者の方々から、今の生きづらい世の中、将来への不安、ストレス、そしてなんと言いましても、一番に対する政治不信、こういった 心のの声といいいうものをたたくさん聞いてまいりまりした私は今回、東京の未来を変えるために、東京美しい心大改革22の公約をご用意させていただきました。その中での緊急課題は、コロナ対策、都民の皆様の生活、命を第一に。 ベーシックインカムにより、毎月10万円の支給、そして、街の汚れは心の汚れでございます。ゴミ、タバコのポイ捨て、路上喫煙は罰金10万円、その代わり、喫煙者の方には、完全密室型喫煙所を設置いたします。そして、私の介護の仕事を生かした上で、まずは介護離職率の減少。 そして介護福祉士年収480万円、介護施設の増設、まずはこの3つでございます。その他の公約は、ヤフーにて小宮山博で検索されてください。私は今まで支えてくださったすべての皆様に、ご恩解消すべく、今回、この東京都知事選に勇気を持って、 立ち上がらせていたただきました私のごみ拾い活動によって培われたどの候補者にも負けない美しい心、そして私のメンタルは、鉄板でございます、この私の鋼のようなメンタルは、私たちの幸せを阻害する既得権益、既得権益をやはり断ち切る、この改革に絶対なる。 効果を発揮させていただきます皆様、美しい心の東京都知事、そして365日、ゴミ拾いのできる東京都知事、そしてスマイルのできる東京都知事、介護,して介護士としての都民目線、小宮山宏氏をどうぞよろしくお願い申し上げます。 東京都知事候補者、無所属、小宮山博さんの放送でした。